僕の名前はディーマス・ジャック。大好きなパパとママと暮らしてます。おかえりパパ。おう、いい子にしてたか。あなた、お疲れ様。僕が住んでるとこは貧困地域、満足な生活はできてませんが、今日ね、こんなでかい蛇に会ったの。はい、触っちゃダメだからな。家族と一緒に過ごす時間が大好きでした。でも、この幸せな時間はある日突然終わりを告げます。パパはお仕事の帰り道でした。その日は大雨が降っていて視界が悪かったのです。運転手の前方不注意もあり。パパあなた。パパは他界してしまいました。パパが亡くなったことで生活はより厳しくなり、学校へ通いながら僕も働かなきゃいけない。ああ、疲れた。生活費を稼ぐために長時間寮の手伝いをしていました。そんなある日、学校の先生が、ディーマス、日本人の中田さんという人が君の生活を支援してくれるんだって。よかったな。支援ですか？急だったのでびっくりしましたが、それから僕の生活は劇的に変わったのです。僕は中田さんの支援によってご飯を食べることができて、子供ながらの長時間労働をしなくても良くなりました。リーマス、支援してくださってる方に感謝しなくちゃね。うん、中田さんどんな人だろう。そして支援だけでなく、中田さんから手紙も届くようになったんです。中田さんはとてもいい人で、手紙から愛情が伝わってきました。リーマス君、元気かな。ちゃんとご飯食べてる？できる限りのことしかできないけど、力になれたら嬉しいな。手紙のやり取りで中田さんと仲良くなっていき、心を許した中田さんに僕は父親のことを書きました。僕は父を事故で亡くしており、とても悲しくて生活も苦しかったですが、中田さんに支援してもらいとても嬉しいです。すると、なんと、そうだったんだ。苦しかったね。言いにくいことだったかもしれないけど、教えてくれてありがとう。でも寂しい思いはしてほしくない。フィリピンと日本は遠く離れてるけど、私は君をフィリピンにいる息子だと思ってる。君の心の支えになりたい。とても嬉しかった。父親を亡くしたけれど、僕には日本にお父さんいるんだと心の支えになりました。それから時が経ち、高校生になった僕はある夢を抱くようになりました。勉強頑張って学校の先生になりたい。子供たちの将来を導くことができるような先生に。学校の先生を目指す決心をしました。ですがクラスでも頭の良い方ではなかった僕は、くそ、全然わからなくなってきた。勉強中に詰まることが多く苦しんでました。そんな時、中田さんからこんな手紙が届いたんです。リーマス君、最近勉強頑張ってると聞いています。今年で僕は会社を定年退職するんだけど、君が大学を卒業するまで支援を続けようと思う。私は君の夢をまだ応援し続けたいんだ。退職しても支援を続けてくれるなんて、落ち込んでる場合じゃないと辛い勉強も踏ん張ることができました。そして努力が実り、僕は志望する大学に合格することができたんです。やった、受かった、受かったよ中田さん。よかった、よかった。大学に入ってからも中田さんの期待に応えたいと思って勉強を頑張り、大学を卒業した後、学校の先生になることができたんです。それを知った中田さんから手紙が。大学の卒業おめでとう。支援はこれで終わってしまうけれど、これからも君の人生を応援しているよ。いつか会って握手できる日が来るといいね。その手紙を最後に、僕と中田さんのやり取りはなくなっていきました。それから教員の仕事にも慣れてきた頃、中田さんへの感謝の気持ちが日に日に大きくなっていました。中田さんに会いたい、直接感謝を伝えたい。僕は夏休みを使って日本にいる中田さんに会う決心をしました。フィリピンから日本まで約5時間。僕はそわそわして飛行機で全く寝れなかった。手紙で何年もやり取りしてたけど、会うとなると緊張してくるな。そして初の顔合わせの時、中田さん。おお、リーマス君。
中田さんは空港まで迎えに来てくれたんです。会った瞬間、目から涙が溢れてきました。初めて君を知った時はまだ小学生だったのに、立派に育ったね。はい、こうして成長できたことも、夢を叶えられたことも、すべて中田さんのおかげです。中田さんは日本の観光名所に連れて行ってくれたり、美味しいご飯をご馳走してくれて、本当の家族のような、頼りになる父親と一緒にいるような幸せ時間を作ってくれました。そして別れの時が来ました。リーマス君、君と過ごす時間はとても楽しかったよ。中田さん、日本で過ごした時間とっても楽しかったです。一つだけいいですか？おや、どうした？僕にはどうしても伝えたいことがあったんだ。今の僕があるのはあなたのおかげです。お父さんと呼んでいいですか？もちろんさ、リーマス、君は私の自慢の息子だ。距離は離れていても、僕たちは心でつながっている。あなたは僕のヒーロー、そして僕の二人目のお父さんです。